どうも、トリプルナインです。本日の動画はこちらになっております。食玩、仮面ライダーゴースト、ガンガンチェンジゴーストの方をご紹介したいと思います。ラインナップは1番、仮面ライダーゴースト、俺魂、2番、仮面ライダーゴースト、武蔵魂、3番、仮面ライダーゴースト、ロビン魂となっております。では、パッケージの方を見てみましょう。こちらが前側のパッケージですね。後ろはこのようになっております。上側のパッケージはこのようになっております。左右のパッケージには注意事項が書かれております。では早速開けましょう。せーの。はい、開けました。中を開けるとこのようになっております。それぞれの本体が一つ入ってて、ラムネが一つ入ってますね。では一つずつ見ていきましょう。まずは仮面ライダーゴースト、俺魂、全体見てみましょう。全体こうなってます。しっかり塗装されていますね。ただし、ベルトの部分が完全に本編のものとは全く違うものになってますね。ここはちょっと残念なとこがありますね。続いて仮面ライダーゴースト、武蔵魂、全体見てみましょう。全体こうなってます。こちらもしっかり塗装されていて作られております。しっかり刀のちょんまげ部分もありますね。ここは赤一色だけですね。続いて仮面ライダーゴーストロビン魂見てみましょう。全体こうなってます。ロビン魂はこのガンガンチェンジゴーストが最速で立体化されましたね。とてもよく作られております。ではガンガンチェンジゴーストのギミックを見ていきましょう。まずは腕上下に動きます。反対側も同様です。こちらの腕の部分が360度回転いたします。反対側も同様です。左右には動きませんね。完全固定となっております。足首が360度動きます。反対側も同様です。そして腰の部分がこのように大きく動きます。奥まで回すと、はい、俺ゴーストの顔になるんですね。これで俺ゴーストに変形させていくギミックの一つとなってます。奥までさらに回すと元に戻ります。では俺魂から俺ゴーストに変形させましょう。まず腕の方をこちらに浮かせて動かします。そして両腕を上げます。そして腰を回転させて俺ゴーストの顔にします。そしてこちらに開ける部分がありますので、これを開けば足が後ろに移動いたします。そして足首を反対側に浮かせて、そしてこちらにヒンジ部分がありますので、こちらの方を動かします。このようにください。そして両手を下げれば俺ゴーストの完成です。では全体見てみましょう。全体こうなってます。完全に変形させたのは良かったですけども、足が丸見えなのは仕方ないですね。前を見ると完全に俺ゴーストの状態になっております。とても可愛らしい姿です。続いて武蔵魂を武蔵ゴーストに変形させましょう。手順は先ほどの俺魂から俺ゴーストに変形させる手順と全く同じになっております。これで武蔵ゴーストが完成しました。では全体見てみましょう。全体このようになっています。俺ゴーストの時と何らと姿は全く変わんないですね。ただこのヒンジの部分が赤色になってますね。そして手の部分がかなり長くなっております。続いてロビン魂からロビンゴーストに変形させましょう。手順は全く同じの動きとなっております。
ロビンゴーストが完成しました。では全体見てみましょう。全体こうなってます。姿は俺ゴースト武蔵ゴーストととても変わらない姿になってますね。下のヒンジの部分は緑色になってますね。形が俺ゴーストと武蔵ゴーストと若干違いますね。手の部分は俺ゴーストと全く一緒ですね。では俺ゴーストから俺魂に戻してみましょう。手順は先ほどと逆のことをすれば元に戻るはずです。はい、元に戻りました。では残り2つも元に戻していきましょう。以上で食玩仮面ライダーゴーストガンガンチェンジゴーストの方をご紹介いたしました。基本のライダーの姿からゴーストの姿に変えれるのがとても面白みがあって素晴らしいと思います。そして可愛く SD キャラ化されているのもとてもいい感じですね。ということで今回これにて以上です。ありがとうございました。では皆さん次の動画をお楽しみください。それではまた会いましょう。さようなら。トリプルナインのチャンネル登録は PC の方はこちらをクリックして登録、スマホの方は動画の下のチャンネル登録ボタンから登録してくれ。高評価やコメントも待っているぞ。これからもトリプルナインの動画をよろしく。